それではお待たせしました、私の方から冒頭ですね申し上げたいんですけれども、経済的に困窮している学生への支援につきまして、まあ、自民党公明党それぞれ党内で意見調整をして提言なりをしてきたところでございます。特に公明党としてはですね4月の20日に萩生田文部科学大臣にも意見書を提案をしまして、その5月1日には、我々が出した提案についてどうかと、まあ、こういうお答えもいただいたところでありますが、さらに、果実、斉藤幹事長、先週8日ですけれども斉藤幹事長と福島文部科学部会長が萩生田大臣に対しまして、まあ、予備費を活用して、まあ、経済的に困窮している人学生さんということで、まあ、約50万人いるだろうと、そういう中で1人10万円の支給をすべきであると、まあ、こういうことを申し上げたところでございます。まあ 昨日もですね自由民主党も我が党とほぼ同じ内容で精神でそういう報告をされたと、こういうことも聞いております。ですがこれについてはですねやはり学生さんの困窮に対してはしっかりと支援をしていくと、まあ、こういうことで、与党としてもまとまっておりますので、まあ、野党も考え方がまとめになっていると思いますので、これは早くですね、実行ができるようにぜひしていきたいと思っております。それで我々としては予備費でねやるということで第一次補正が1兆5000億円の予備費がございますので、これはまあ法律の形で第二次補正とかになるとこれはまた遅れる話になりますから、ぜひ野党の皆さんのご意見も、まあ聞かせていただいてですね早くこの結論を出していきたいとこういうふうに思っております。それからもう一点はですね抗原検査の簡易キットが、まあ、薬事承認されたということで、大変これはPCR 検査は数時間結果が出るまでかかりますけれども抗原検査は15分から、まあ、30分程度で、終わると、まあ、こういうことでございますので、これをまあうまく活かせるようにですねやっていくべきではないのかと、まあ、緊急手術の時とかですね、まあ、そういう時にもこれは非常に有効ではないかと、まあ、このように思っております。まあ、制度の面からいくとですねやはり PCR 検査にはちょっと劣るところがあるようにも聞いておりますので、うまく組み合わせてやるだとか緊急に結果を出さなきゃいけない時はこれを先使っていくだとか、まあ、様々な現場でも使い方ができるのではないかというふうに思っておりますけれども、まあ、今回のコロナの問題に関してですね、まあ、日本は以前から、まあ、いわゆるドラッグラグとかですね、デバイスラグとか、欧米に比べて非常に審査遅いと、まあ、こういうことも言われてきましたけれども、まあ、私はやっぱりある意味で今回ですねやればできるのではないかと、まあ、やっぱり拙速はいけないと思います。人の命に関わることでありますから。しかし時間をかければいいというものでもないと思いますので、慎重かつ早くやっていただきたいなとこういうことについては思っております。私の方からは以上でございますので、皆さんから何かご質問がありましたらお願いいたします。はい、毎日新聞立山です。冒頭おっしゃられた、困窮学生の10万円の支給について、まずこれ学生のお手元に届く時期はいつ頃想定されているのかということと、二次補正でも学生支援というメニューが盛り込まれると思うんですが、現状どういうことをお考えでしょうか。ですね、まずこれ、政府としては例えば予備費を使う場合ですね閣議で決めてもらわなきゃいけませんので、その前にはやはり野党とのある一定話し合いもして、完全に合意ができるか、しかしそうでなくても早くやってもらいたいと、まあ、こういうことであればですね予備費でやらせていただきたいというふうに思っております。だからいつ頃出せるかということについてはこれはもう一日も早くということしかちょっと申し上げられませんので、具体的などういう形でやるかということになるかというふうに思っておりますが、ちょっと工夫しなきゃいけないんじゃないかと思います。それでですね、まあ、今申し上げたのは、一次補正で1兆5000億の予備費があるので、まず予備費を使ってやれば早くできると、これが一つです。まあ、その上でですねさらに、足りないのことがあるのかどうか、まあ、これはよく精査をしていかないとですねやみくもりというわけにも参りませんので、まあ、これから二次補正については、
まあ、総理からですね、まあ、明日とか明後日とかに編成の指示があるのじゃないのかと、まあ、こういうことも聞いておりますので、まあ、そういうものを総理の編成の指示も受けてですね、この学生さんの支援について今回で十分かどうか、まあ、そのことも含めてこれは検討すべきだと思っています。はい、日本テレビの佐藤です。二次補正に関連して自民党の方ではマイナンバーの活用をですね促進していこうということで、プロジェクトチームが立ち上がりました。で、カードの普及が進んでいなかったりですね、役所に人が押し寄せたりといろいろ、問題も報告されておりますが、公明党として二次補正に向けてこのあたりどのように、考えていくのでしょうか。はい、まあ、これはですね、特に今回ですね、一人一律10万円とこれをどう早く確実にお手元に全ての人々ということですから届けられるかと、これを我々考えたときにやはり個人にいわゆる個人の特定をされるものとそれに銀行口座がくっついていないと、まあ、こういうことが非常に時間かかるということがはっきり分かったわけであります。まあ、いろんなことでアメリカが非常に素早くですね個人に給付ができたというのは一つは確定申告、まあ、税務情報と結局それに銀行口座がくっついているのではないかと、そうするとある一定の線をはっきりさせればですねそのままその口座に振り込みができると、まあ、こういうことですから、まあ、これはマイナンバーについてはですねいろいろとその個人情報がどういうふうに漏洩の心配があるのかとないのかと、まあ、こういうこともありますのであまり利用が進んでなかったんですが、まあ、今回マイナンバーとマイナポータルと、まあ、それやれるところの自治体についてはですね、早く支給ができると、まあ、こういうことで、逆にマイナンバーの手続きを今からどうすればいいのかとか自分の暗証番号を忘れてしまったけどどうなんだというそっちの方で窓口が混んでいるのを聞いております。まあ、最終的にこれはですねいろんな情報漏洩のよくのことにも注意をしつつですねやはりこれはもう進めていかざるを得ないだろうと進めていくべきだと私は思っております。しかしこれが二次補正で間に合うかどうかは別の問題だと思っております。まあ、いろいろと使い方についてはですねやはり法律を改正しなきゃいけないところも当然ありますので、しかしさまざまな今回の経験から学んだことはどうしてもこれは必要だということだと私は思いますので、しっかり党としてもやっていきたいというふうに思っております。読売新聞田島です。昨日の二刊二国でですね与野党 の政調会長間で協議をするように話があって、今日夕方に岸田政調会長と大阪政調会長の会談がありますけれども、この、まあ、いわゆる与党第一党と野党第一党で会談することになった経緯と岸田さんに何かもう伝えていることがあれば。岸田さんに伝えることは私が直接お話を岸田さんにいたしたいと思いますので、まあ、それで昨日ですね、幹事長国対委員長会談与党のですねいわゆる二幹二国で、いわゆる政調会長同士で二次補正についてしっかり野党とも連携取ってと、まあ、こういう指示が私のところも最長幹事長からもございまして、岸田政調会長ともよく連携をいたしまして、じゃあどういう形で、やるかと、そしてまた総理の衆議院参議院の予算委員会でもですねやはり野党のご意見も聞いたということがたびたび答弁で、ありましたので、まあ、我々としてはそれを多く受け止めなきゃならないと、まあ、それに幹事長からそれぞれの政調会長に指示がございましたので、岸田さんとお話をさせていただいて、まず自民党と野党、まあ、大党というのはちょっと語弊があるかもしれませんが、いわゆる委員会の現場等で、筆頭間協議と言われていることでちょっとやっていただいたらどうだろうかというふうに思っておりまして、まあ、そこのところは岸田政調会長とはよく話し合いをいたしておりますので、まあ、とにかく二次補正についてもですね野党の皆さんも非常に積極的でありますので、よくご意見をお聞かせいただいて、反映できるところはしっかり反映していくと、まあ、そういう趣旨で今日夕方やられると思いますので、またその後結果についてはですね、私にもご報告いただけるだろうというふうに思っておりますから、まずですね、まあ、いろんな論点があろうかと思いますが、一つはまあ総理の編成の指示がまだ明確に出ていないと、そしてもう一つは早くやれることで大学生の応援について、困窮学生の応援についてはですね
これはもうぜひ予備費等の活用で早く野党の皆さんのご理解もいただいてね、やらさせていただきたいなと思っております。まあ、その他の課題については今後検討していきたいというふうに思っています。あ、すいません、日本経済新聞の根本です。学校の9月入学への移行という話が、政府や各党の中で議論が始まってますけれども、政調会長としてこの問題について現時点でどうお考えになっているかということを、公明党さんの党内議論、明日以降のスケジュール感と合わせて教えてください。はい、この問題はですね、一つは9月入学の話が出てきたのは、まさしく現在のコロナの対策の課題でですね、子どもたちの学びの場がこれは奪われているのではないのかと、こういうことが大きな私は課題だったというふうに思っております。ですから9月入学と直接リンクするわけでもちろんないと思いますけども、まず学びの場をどう確保するのか、これが私は今一番大事だというふうに思っています。その上でやはり9月入学については、日本が4月入学でございますから、それについて明治時代には9月入学もあったというふうに聞いてますが、やはり他の国と比べてちょっと時期がずれていると、こういうことで留学生を迎え入れる、また海外に留学をする、そういうことでちょっと齟齬が生じているんじゃないかと、こういう意見もあるのは承知しておりますので、9月入学ありうべしということではなくてですね、学習をどう確保するかということでまず議論をしていただいて、9月入学については今の財政の会計年度ともずれてしまいますので、メリットデメリット、そういう観点からしっかり検討を私していただきたいということで、昨日 PT を設置をいたしましたので、幅広に議論をしてもらいたいと思っております。日程間とかについてはまだ座長の話も聞いておりませんので、私から確定的なことは申し上げられません。しっかりとした議論をやっていただきたいと思っています。共同通信の鈴木です。検察庁法改正案について伺います。この法案は野党が採決に応じない姿勢を示しておりますけれども、これに関してはその日弁連が反対声明を出したり、そのツイッター上でも著名人も含めた抗議の声が相次いでいるという状況ですけれども、政調会長、これこのまま粛々と採決すべきなのか、それとも一旦立ち止まって考えるべきか、どのようなお考えでしょうか。ですね、この問題について今内閣委員会で審査が進んでいるというふうに承知しておりまして、今日の午前中も3時間野党の質問ということだったと聞いてますが、途中で、どうも審議がストップをしていると、野党の質問の最中にどうも退席をなさったということしか聞いておりませんが、その後については承知しておりません。とにかくこの問題ですね、誤解を受けている部分もあろうかと思いますので、政府により丁寧な、説明を私は求めたいなというふうに思っております。今のところ委員会がまた止まっているわけで、再開をされているかどうかちょっと先ほど申し上げているのは分かりませんけれども、委員会審査が進んでおりますので、現時点でああしろこうしろということは私は申し上げませんが、よく委員会の理事の間でもよく調整をしていただきたいなというふうに思っております。関連して今誤解を受けている部分もあろうかと思うというお話でしたけれども、例えば どういったところが誤解されているというふうにお考えですか。例えばですね、これが総理の恣意的な人事になるんじゃないのかと、こういうお話がよく出てくるわけですけれども、これは私は逆で見たらですね、それ私は検察庁はそんなに信用ができないのかと、私は時の為政者が誰であれですね、検察の方々は法と証拠に基づいて適正に職務の執行をしていただいていると、これは未来も変わらないだろうと思っておりますので、そういうことを抜きにして、私は法理論的にどうかということで、ぜひ政府から説明を尽くしてほしいなと思っています。東京新聞中根です。与野党間の今後 その政策協議に関して確認なんですけど、家賃支援だけでなく、学生支援だったりもろもろこの追加の支援策を考える場合に、その与野党間の協議体としては現在すでに政府与野党のコロナ協議会という会議体があるんですけど、そこを活用していくお考えっていうのは与党側にはあるんでしょうか。ですね、これは政府与野党協議会ということで、もう現実にスタートして、政府から西村官房副長官がお出になっていると、
まあ、そこには私たち自民公明は政調会長は出ておりませんので、まあ、今からそこに出ていく言ってですねやるというのもどうかなと。ですから、まあ、昨日 の、 二幹二国でのその後の幹事長からの指示も受けて、まあ、別の形でしっかり議論をしたらどうだろうかと、まあ、今の与野党協議会が別にしっかりやってないというわけじゃありませんけれども、やはり野党の出てこられている方の人数も多いわけですので、しっかり、まあ、今、岸田さんと大阪さんがやられるということですから、与党野党代表してまずどういうふうに進めていくかと、まあ、こういうことで話し合っていって、実質的にですね二次補正総理から指示があったらあまり時間がありませんので、論点も絞ってですね協議できるところは協議していきたいと思っています。それではよろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございました。